待たせしちゃいました。前だからテンション上がっちゃうとね。あー、わかりますわかります。そうけど、理性のコントロールが効かないっていうか、思ったままのことが口に出ちゃうんですよね。私たちがこれだけ恥ずかしい思いしてるのに。そうですよね。神様もついでに先輩の理性も緩くしてくれちゃえばよかったのに。いきなりがそんな野獣みたいに。そんなことになったらそれってそんくなっちゃう。ですけど、ねえ、みんな当座住む家がなくなっちゃったし、隣が私の仮眠室になってる。後の部屋は使ってないし、みんな自由に使ってくれればいいって思って。サービスルームのこと、部屋ってほど広くないけど物置ってほどスペース、家賃40万円くらいなら経費で十分落ちますしね。ですから、それに今のは本心だけど違くて。借りてくれてたのも縁というか、私も先輩と一つ屋根の嬉しいですし、うんうん、うちじゃないけど、仕事も大事だけど、イッチーもまずは仕事を覚えないといけない。それにようやくいつなりも、これから公私ともに一緒に暮らすわけですから、その中で私たちを知ってもらってくれればいい。みんなで
で話をしたんだけど、どうかな？振られる方が嫌だし、私も先輩とはブランク期間があるので、今のうちに少しでも好感度稼いで魅力が年上の余裕をアピってくためにもちょっと時間欲しいな。こちらこそ、今まで離れてた分、今後はいくら好きってバレてもお姉ちゃんは厳しいからね。じゃあとりあえず仕事始めよっか。あ、その前に一つだけなんですけど、あ、それ私も気になってた。え？いや、あ、それはその、隣の方がいろいろと便利っていうか、仕事内容は私の方が教えること多いと思いますけど。これは、いいじゃない。それはちょっと職権乱用じゃないですか。いくら雇い主、それはあざといな。のどか、もしか私のことからかってる？めっちゃかわいい反応するんです。もうたまんなくキュッキュしちゃいますよね、先輩ね。変態、ちょっと見せてごらんよ。もういいから仕事するわよ。あたしもこっちのテーブル借りるね。
長が。イッチで遊ぶためにアシスタントで入れたわけじゃないんだよ。これで原稿落としたりしたらガチでイッチクビにされちゃうんだから。確かにいただきました。みんなお疲れ様。のどかも一なりもお疲れ様。二人のおかげで思った以上に早く終わったわ。先輩がいてくれ。十分にあるわよ。響きなしで私もそう思いますよ。が難しい業界ですけど、売れた後の人気は維持しやすいですか。編集部のバックアップも大きかったから。と素直で可愛いこと言いますよね。原稿もちゃんと上げてくれるし、ないしね。編集部としても頑張ってくれるから押しがいがあるって。としては無理でも、私個人はいつもイッチのこと応援してる。入校明けって言ったら打ち上げだよね。原稿と一緒に領収書を持っていけば落ちるから、多分。だけど。いいですね。じゃあ私お店に予約の電話しちゃいます。よーし、いい返事だぞ。イッチも赤い方した。あ、
それなら私が解放しますから大丈夫ですよ。いやいや、そういうの入れるまで飲んじゃ。いやいやいや、アキラさんこそお酒弱いんだから無理しないでいいですよ。私もその、はい、私のことすならちゃんと覚えてるときにしてください。かえり、今にも一冊マーライオンが炸裂、楽になると思うんだ、マジで。
私は休憩。ケーキ用意しとくね。紅茶の葉っぱが行列にこぼれた。皆さん。おっす。女子力低くて。予定で大丈夫ですか？予定通り順調だし、このままで大丈夫。特に差し込まれる仕事もないだろうし。はい、いつもありがとうございます。行かないとだし、おかげで上がってこない原稿も。収入は同人活動っていう作家さんも多いですからね。同人は同人で続けないとダメですけどね。新刊とかイベント告知したり、ぶっちゃけ今はもうインターネットのインフラが整ってるからね。作品、私は編集部がついてくれてるのはありがたいけどね。作家は作品作りだけに集中できますのも。40ページくらいですかね、多分。入稿考えると1週間くらいで仕上げなきゃですね。はい。
のくらいで倒れませんよ。いつものことですし。仕事は仕事ってちゃんとするのも自分のルールなので、心配してもらえるのは嬉しいことですから。楽しみにしてくれてる先輩のためにも、先輩？この。
すみません、やめてもらえます？私だって早く自分の仕事を。珍しいですね。わあ、ありがとうございます。ちょうどコーヒー飲みたかったんですよ。どうぞどうぞ、部屋の中に入ってください。椅子とかないので、ベッドにでも。先輩、どうかしました？もう順調すぎて筆が乗っちゃって、時間ないのにページが増えちゃいそうで困ってます。興味はないんですか？二次創作じゃなくてもオリジナルなら商業と変わらないですしね。プロでやってる人もたくさんいますし、先輩も同同人のやり方やルールなら、先輩はもう少し自分に自信を持っていいと思います。それに創作活動なんて始めるものじゃないですよ。それに同人活動は売り上げが全てじゃないですから、自分の本を買ってくれるファンの人たちを直に、本当に嬉しいものですよ。
もしよかったら今度のイベント先輩も一緒に行きませんか？同人に興味持ってくれたら私も嬉しいですし、スタッフの方々が手伝いに来てくれますから気楽に見学みたいな感じで。ね、先輩もそれはいい案だと思いませんか？ね。厚かましかったっていうか、そのすみません。私はいつでも心の準備はできてますから、その気になったらいつでも部屋に来てくださいね。先輩にかっこいいところ見せるためにも、じゃあもう一頑張りしちゃおっかな。
く。絶対に行くの。だって一ノ里も行くし、健康も一緒に手伝わせてもらったのに。ご予約の天羽様でよろしかったでしょうか。あ、ちょうどよくタクシーが到着ですね。え、交通費は経費だし自分でしょ。ですよね。いきなり
怖くないですからね。なごみ先生、おはようございます。スタッフも全員揃いました。皆さん、今日も一日よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、ずっとうちのお手伝いしてくださってる方々です。私がいなくても大丈夫なくらい頼りになる方々です。隠してて、私超怖い。こんなに人がいっぱい。では私はちょっと急いで着替えてきますね。準備はスタッフさんたちに任せておけば大丈夫です。それでは今よりホニックカーニバル開催いたします。こちらが機関で、こちらが新館になってます。すみません、新館はお一人様三限になってますので。差し入れありがとうございます。後でスタッフみんなでいただきますね。こちらの方、こちらへどうぞ。濡れパンダの最後尾はこちらになります。濡れパンダにお並びのお客様はもう少しだけ前に詰めてください。迅速な搬布のために小銭をご用意いただけると助かります。新館はお一人様三限になっており、こっちが気管が入ってる段ボールで、私はのどかのお手伝い頑張る。
した直後に行かせなくてもいいじゃん。とりあえず差し入れに冷たい飲み物買ってきたから、もちろん自腹で。先生たちは普段から運動皆無なんだから、無理したら脱水症状で倒れちゃうからね。ありがとう、アキラちゃん。いただきます。開かない？開けて。出張漫画持ち込み対応がメインだからね。だからのどかちゃんのところみたいに忙しくはないんだ。作家さんたちが新刊出したついでにって、私はそれよりも先生方への挨拶回りが仕事だからね。ああ、それは半分冗談だけどね。のどかちゃんのところいなかったね。スタッフさんたちも出て。あきらちゃんは挨拶回りに行かなくて大丈夫なの？石高大先生と名古屋のどかちゃんを商業誌にスカウトしてこいって言われてるしね。なぐみ先生は商業誌に興味ないって散々言ってるのに諦めてくれなくてさ。差し入れの領収書も切らせてくれないくせにね。くれてる私を。最初に会ったのもコミカだった。で、当然こいつは期待の新人だーってなったんだけど、まあ今になればその理由もわかるんだけどね。さて、じゃあ私もちょっくら他の先生たちにも挨拶回りしてくるかね。いおりちゃんも無理。
皆さん、今日も一日お疲れ。打ち上げは後日改めてということで、今日のところは解散にしましょう。お疲れ様でした。私も意外に自分が頑張れるんだって思ったわはい、とても助かりました。ありがとうございます。では私も帰りましょうか。ゆりさん、お外でだらしない顔してちゃダメですよ。汗拭きシートありますから、顔と体拭いてください。もういいわよ、帰ったらすぐに浴びるし。ダメです、おし汗臭いってことは先輩にね。ちっこって いちなり？ないのが止まらなくなっちゃう。コスプレ用の更衣室で体拭いてきてくださいね。はい、汗拭きシート。綺麗にしてくる。まだいおりさんが戻ってくるまで時間かかりそうですし、外の風通しのいいところで休んでませんか？私ももうクタクタになっちゃいましたし。じゃあ、お隣失礼しますね。よいしょっと。ですか、先輩。いいじゃないですか、そんなの気にしなくて。それにもうこっち側には人はいませんよ。ゆりさんとアキラさんをなでなでしてた分です。だからこのくらいはいいですよね。どうぞ。老人活動も私はプロになることに憧れがあったわけではないので、
3年前に先輩に教えてもらった作りを頑張っただけですから。小さな誇りですけれど。漫画を描き続けてればきっとまた先輩に会えるって。どれくらい本気で頑張ったか、ちゃんと伝わりましたか？私がここまで、先輩のおかげなんですよ。何かを手伝ったとかきっかけとか、先輩は本当に女心でないんですから。そんな察しの、じゃあ先輩が私が頑張ったって認めてくれるなら、私の夢叶えますか？先輩と一緒に合同の同人誌を作ってみたいって、いつかまでは約束しなくていいですから、今度はちゃんと約束してほしいんです。私はその夢が叶えたくてここまで頑張ってきたんですから。ありがとうございます、先輩。あらね。ちょっとはかっこいいところ見せられてよかったです。なかったですけど。でも勇気を出して誘えてよかった。先輩にかっこいいとこを見せたかったんです。ある女はえげつないですよ。今もすごく楽しいんですけどね。いおりさん、あきらさんとも前よりずっと仲良くなれて。先輩のことは好きですけど、今まっちゃん。さて、じゃあそろそろ戻りましょうか。いおりさんも戻ってくるでしょうし。でも食べて。私、何でもおごっちゃいますから。